大平義信君。大平君おはようございます。日本共産党の大平義信です。昨年の総選挙で中国ブロックから初当選をさせていただきました、広島県の出身です。昨年8月20日未明に発生した死者74人4700を超える家屋損壊をもたらした広島市北部の豪雨土砂災害から今日でちょうど7ヶ月となりました。改めて亡くなられた皆さんへの哀悼の意を表すとともに、被害を受けられた多くの方々へ心からのお見舞いを申し上げます。私は日本共産党広島県委員会の土砂災害対策本部副本部長として、この災害が起きた直後から被災地のお宅一軒一軒を伺い、お見舞いを申し上げながらご要望を聞き取る活動に地元の皆さんと取り組んでまいりました。1ヶ月で2449件を訪問し、寄せられた声をまとめて広島市や県、また国に届け改善を求める活動も行ってきました。そうした声は先日山谷大臣にも直接届けさせていただきました。その後も私はこの7ヶ月間毎月被災地を伺って、被災者の皆さんからその都度お困りごとやご要望などを聞いてまいりました。今日は現時点で問題になっていることについて現場の実態も紹介をしながら質問をいたします。安佐南区の緑7丁目に住むある被災者の方は、この地域に住んで19年、今度の災害が起こるまで土砂災害の危険性について考えたこともなかったし、行政からの説明もなかった、避難訓練も一度もやったことがなかったと話しておられました。すでに指摘をされている通り、今度の災害で大きな被害のあった安佐南区の緑地域、そして八木地域、いずれも行政は基礎調査をし、危険性を知っておきながら土砂災害防止法が定める土砂災害警戒区域にも、また特別警戒区域にも指定されていませんでした。警戒区域の指定が宅地開発の後追いとなり、土砂災害の危険を放置したと言われても仕方がありません。土砂災害防止法の改正した内容も含めて、今回の事態を政府としてどのように受け止めているのか、最初にそのことから確認をしたいと思います。国土交通省池内水管理国土保全局長。お答えいたします。安佐南区の緑八重地区におきましては、ご指摘のとおり平成26年3月までに基礎調査は完了しておりましたが、8月時点で警戒区域等は未指定となっておりまして、住民の方々に土砂災害の危険性が十分に伝わっておりませんでした。このため土砂災害防止法を改正いたしまして、基礎調査結果の公表を都道府県に義務付けますとともに、法に基づく基本指針においておおむね5年程度で完了させることを目標とするなど、基礎調査の促進を図ることとしております。また土砂災害警戒情報の市町村長への通知の義務付けや、安全な避難場所の確保など避難体制の充実強化を図ることといたしました。国土交通省といたしましては、改正土砂災害防止法に基づきまして土砂災害対策の推進に努めたいと考えております。以上でございます。大平義信君。まさに住民の皆さんにとっては何も知らされることなく、今のこの場所に住み続け日々暮らしていたところに、突然8月20日を迎えたという、そんな状況だったわけです。ある被災者の方は、全く情報がないままに能天気に平和にのんきに暮らしていたと表現をされておられました。危険地域であるにもかかわらず、宅地開発を野放しにして、その下で起きたのが今度の土砂災害でした。もう一つ確認ですが、この災害が起こる前、
浅南区の八木地域には国として9つの危険渓流に9基の砂防ダムを整備するという計画を2001年から持っていたと聞いています。その整備計画がこの災害が起きた時点でどこまで進められていたのでしょうか。そして砂防ダムの効果という点にも関わりますが、その計画の整備状況によって今度の土砂災害の被害にどういう違いがあったのか、併せて伺いたいと思います。国土交通省池内水管理国土保全局長。昨年の広島の災害におきましては、107の渓流で土石流が発生いたしましたが、このうち被害の大きかった緑八木地区では、国がご指摘のように砂防堰堤を9基整備しようとしておりました。そのうち2基が工事中でございまして、他の7基は用地確保や調査設計に着手したところでございます。砂防堰堤には土石流発生時に土砂を捕捉することなどによりまして下流の被害を防止軽減する効果がございます。緑八木地区の2基の砂防堰堤は工事中ではございましたが、下流の被害を軽減し人命を守りました。また同じく浅南区の大町地区におきましては、砂防堰堤が土石流を完全に止めておりまして下流の被害を防いでおります。このように広島の災害では砂防堰堤が土砂災害の防止軽減に大きな効果を発揮しております。一方で土砂災害検箇所は非常に箇所が多くございまして、必要な箇所全国でも9万箇所程度ございます。そのうち対策図2万箇所となっておりまして、砂防堰堤の整備につきましては非常に多くの時間を要するということもございます。財政制約がございますが、人命を守る効果の高い箇所等に優先順位をつけまして計画的に整備を進めてまいりたいというふうに考えております。大平義信君。建設するはずだった砂防ダムが9基のうちわずか2基しか着手されていなかった。そしてその2基も未完成だったと、しかし未完成ではあったけれども、その場所では少なくとも命を守ることはできた。私も現場を視察しましたが、本当に計画通り救急できていればもっと救えた命があったかと思うと本当に悔しくてなりません。つまり私が言いたいのは、集中豪雨というこの自然現象をなくすことは難しくても、それによる被害、とりわけ人命や生活基盤を根こそぎ奪われるという災害をなくし軽減するのは政治の責任。今回の災害は早期の情報提供と避難勧告、避難指示の遅れ、危険地域であるにもかかわらず宅地開発を野放しにし危険の周知を怠った責任、そして避難訓練や災害弱者の避難支援など警戒避難体制の整備を怠ってきた責任、さらに自分たちも危険だと判断しダムが必要だと認めてきた、その整備事業すら遅れに遅れてきた責任という、二重三重の政治行政の責任が問われる政治災害だと言わなければなりません。先ほどご紹介した被災者の方はこの地域にどれだけの危険があるのかが知らされていれば、我々住民は豪雨の中にのんきに寝ているようなことはありえなかったとおっしゃっていました。この方が言われるように、私は被災者には落ち度はなかったと考えますが、山谷大臣どのように思われでしょうか。山谷国務大臣。大平委員の座右の銘は熱く優しくということで、先日もさまざまお声を聞かせていただきました。熱く優しく、政治はそうあらねばならないと思いますし、思いを共有するものでございます。広島県においては平成11年に土砂災害防止法制定の契機となった大規模な土砂災害が発生しましたが、今回再びこのような甚大な土砂災害が発生したことについては大変残念であると考えております。この災害を受け、国土交通省では土砂災害防止法を改正し、
都道府県による基礎調査結果の公表を義務づけるとともに、土砂災害警戒区域における警戒避難体制を整備する等の措置を講じたところであります。また政府の中央防災会議においても、総合的な土砂災害対策検討ワーキンググループを設置し、広島土砂災害等に関する課題を整理するとともに、住民に対する避難勧告等の適時的確な伝達や、土砂災害防止施策の防止施設の計画的な整備など、総合的な対策を検討しているところでありまして、本年の出水期までには報告を取りまとめることとしております。それぞれの住む地域がどのような状況、危険があるかを知る、把握するということは重要であります。被害の最小化を図っていかなければなりません。今回の土砂災害によって得られた教訓、十分に生かし、再びこのような甚大な被害が生じることのないよう、引き続き関係省庁及び自治体と連携し、土砂災害対策に万全を期してまいりたいと考えております。大平義信君。今盛んに防災といえば自助と共助ばかりが強調される状況の中で、その前に本来地域住民の暮らしと安全を守るというこの役割を担う政治や行政が、この点で大きな課題があったということをよく踏まえて、本当に被災者に寄り添って今後の支援制度の在り方について検討しなければならないということを、私たちはしっかり肝に銘じる必要があると思っています。その上で、今被災者の皆さんがお困りになっている問題について一つずつお尋ねしていきます。一つは、被災した皆さんが現在一時的に住んでおられる公営住宅や民間借り上げ住宅など仮住まいの支援に関する問題についてです。今皆さんが共通して悩んでおられるのは、今後どこにどういう住まいを確保するのかについての見通しが今なお持てないということです。家屋の損壊の程度は様々、これまで築き上げてきた地域の大切なコミュニティもある。しかし、あんな恐怖はもう二度と味わいたくない。少なくとも砂防堰堤などが整備されるまでは怖くて戻れないなど、いろんな気持ちが被災地では錯綜をしています。そんな中で、仮住まいの住宅支援の期間が今年8月までとなっていることに、皆さん大変大きな不安を感じています。これはもともとは被災から半年間、今年2月までとしていたものを、まだ到底元の家に戻れる状況ではないということで、半年間の延長をして今年8月までとしたものですが、じゃあではこの8月に見通しが持てるのかというと、決してそうはならないというのが被災者の皆さんの率直な気持ちです。今回の広島の災害においては、都市部であったことでもあり、仮設住宅の建設は行わず、既存の公営住宅と民間の賃貸住宅を借り上げて被災者に提供するという形で行われています。ですから、この仮住まいが災害救助法で定められた借り上げ仮設住宅であり、仮設住宅の支援期間は被災から2年と定めているわけですから、半年ごとなどと小出しにするんじゃなくて、まずは来年8月までの延長を決めて、被災者の皆さんが当面の心配に気を取られず、今後の生活再建、どうすれば高級住宅へ移れるかをきちんと落ち着いて考えることができる環境を作るべきだと考えますが、いかがでしょうか。山谷国務大臣。応急仮設住宅についての考え方でございますけれども、災害救助法に基づく応急仮設住宅については、
原則として住家が全壊し、居住する住家がないものであって、自らの視力では住家を確保できない被災者に対して、仮住まいを提供するものであります。応急仮設住宅の提供期間については、通常災害公営住宅の整備状況と被災者に対する恒久的な住宅の確保状況を踏まえて期間を定めることとされています。で、今回の広島の土砂災害においては、広島市が応急仮設住宅以外にも公営住宅や国家公務員宿舎、雇用促進住宅等の公的な住宅無償提供の申し出のあった民間住宅等の仮住まいを全壊世帯に限定することなく、住まいの不安を抱える被災者に幅広く提供したものと承知をしております。また広島市はこれらの住まいの提供にあたっては、対象者により取り扱いを変えるということではなく、住まいの提供期間についても当初は6ヶ月とし、その後さらに個々の被災者の状況を踏まえて延長が必要な場合には6ヶ月延長するなど、一律の取り扱いとしているものと承知をしています。応急仮設住宅の提供期間は、お平院おっしゃられるように最大2年でございます。応急仮設住宅も含めた被災者の住まいの確保については、今後においても引き続き広島県および広島市において個々の被災者の置かれた状況を踏まえつつ対応を検討していくものと考えております。国としては県、市と連携しながら必要な助言に努めてまいりたいと考えております。大平義信君。私はここに昨年発行された災害救助の運用と実務という冊子を持ってまいりました。今回の質問準備するにあたっていろいろ勉強させていただきました。これは災害救助法の、手引きとも言えるもので、各自治体はさまざまな事態をの対応を、これを使って行っているというものなんですが、その中の応急仮設住宅の供与という項目の中に、次のようにあります。一つは住宅の供与期間にかかわらず、なるべく早い機会にこれらのものを恒久的な住宅へ転居させるよう措置すると。つまりどういう期間を定めようと、半年で別に区切ろうと区切らまいと、なるべく早く高級住宅へ移れるよう努力すると明記をされています。さらに、その後には次のように書かれています。建設型の応急仮設住宅と民間賃貸住宅の借り上げによる応急仮設住宅の設置により、供与期間に差異を設けることについては適切でなく、民間賃貸住宅の借り上げによる応急仮設住宅の設置による供与期間も同様に最長2年3ヶ月としていると書いてあります。つまり民間賃貸住宅の供与期間も仮設住宅と同じにせよという趣旨がこの本の中にも書かれています。山谷大臣の下で、この冊子も出され、こういうことを言われているわけですから、今度の、広島の公営住宅あるいは民間賃貸住宅の借り上げによる住宅提供も、まず2年という期間を定めるように、重ねて、求めたいですし、現場は本当に全壊の世帯も、半壊その他の世帯も混在しているわけですから、本当にまとめてすべて2年と定めるように求めますが、重ねていかがでしょうか。山谷国務大臣。被災者の住まいの確保についてでございますが、今後においても引き続き広島県および広島市において、個々の被災者の置かれた状況を踏まえつつ対応を検討していくものと考えておりまして、国としては必要な助言に努めてまいりたいと思います。大平義信君。住宅支援の問題に関わって、もう一点お伺いをいたします。
今回の広島の災害では被災後に被災者自ら契約した民間賃貸住宅を被災者向け借り上げ住宅として借り上げ仮設とみなすという措置も取られています。その下で今被災者の方たちから悩みが寄せられていますのは、被災者向け借り上げ住宅の物件の条件が大変に厳しいという問題です。入居人数によって間取りと家賃が決められており、しかも指定された不動産業者が提供する物件に限ると決められています。もちろん何らかの基準を持つことそのものに私も反対ではありませんが、もっと実態に合わせて柔軟に対応すべきではないかと思うわけです。例えば緑7丁目で被災をし、この被災者向け借り上げ住宅で避難生活をしているある方から次のようなお悩みを聞きました。娘が国家試験を控えており、勉強部屋を確保してやりたい。そう思っていたら、同じマンションでもう一つ部屋数が多い物件に住まれている方が近々引っ越されると聞いたと。家賃は当然高くなるが、増額分の家賃は自分たちで上乗せをして払うので、そこに移らせてもらえないかと聞いたら、あくまでも入居人数と間取りは決まっているからダメだと言われたというお話でした。本当に柔軟な対応が求められていると思いますし、この制度も背景には災害救助法の現物支給という考え方をベースにしていると思うんですよね。ですから現物支給だけでなく現金支給という仕組みも加えれば、利用者も自分たちで上乗せをすることも含めて活用の幅が広がるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。山谷国務大臣。被災者向け借り上げ住宅の対象について、一定の基準を設定することはあるにしても、その基準に合致しない場合であっても、被災者に寄り添った柔軟な対応をすべきではないかというお考えかと思いますけれども、委員ご指摘の被災者向け借り上げ住宅制度は、災害救助法に基づく応急仮設住宅として提供されているものではなく、広島市独自の制度と承知をしております。で、国としては、そのためにその扱いについて具体的にご意見をさせていただくという立場にはないわけでございますけれども、広島市において被災者の住まいの不安の解消に向けた対応に努めておられるものと考えております。そしてまたですね、現行の現物給付による提供だけではなくて、現金給付も選択できるようにしたらどうかというお考えでございますが、平成25年10月に、それまで厚生労働省が所管をしておりました災害救助法が内閣府に移管されたことなどを受けまして、被災者支援について、幅広く検討するために被災者に対する国の支援の在り方に関する検討会を設置いたしまして、昨年の8月に被災者支援全般についての課題や対応策について、中間取りまとめがなされたところで、ございます。で、ご指摘の応急仮設住宅の在り方については、応急仮設住宅の位置づけや、現物給付の在り方、他の低所得者対策等とのバランス、高級住宅への移行の在り方について、議論をして、現金給付とした場合の、メリット、デメリット等を含めて、各委員からさまざまなご意見をいただいているところで、ございます。で、現金給付を含めた応急仮設住宅の在り方については、被災者に与える影響も少なくないことから、今後幅広く関係者のご意見を聞きながら、さらなる検討を進めてまいりたいと考えております。大平義信君。国の災害救助法は
まあ、全壊世帯を対象にしていると。しかし、まあ、で半壊以下は対象にまあならないということです。それでしかしあの現場被災地というのは全壊世帯はもちろん、一部損壊や、まあ、床下というのも含めて、半壊以下も、まあ、怖くて住めないという思いも含めて今元の家には戻れない状況になっていると。ですから全壊世帯だけではなくて、半壊や一部損壊の被災者に対してもこうした住宅支援が必要だということが、まあ、被災の実態から求められこうして広島市が独自の事業として行うことになりました。私は本来であればこうして実態は全壊であろうと半壊や一部損壊であろうと何より砂防ダムができないことには元の場所に帰ることもできないわけですから、本来であれば私は国としてこういう全壊以外の世帯に対しても責任を持つべきだと思います。そのことも述べて次の問題に移りたいと思います。次に砂防堰堤建設に伴う用地買収に関する問題についてお聞きをいたします。今度の土砂災害を受けて国土交通省は緊急事業として24渓流について砂防堰堤を建設することを決定しており、現在その建設にかかる宅地の地権者の方との用地買収の交渉のための準備を進めています。この点で被災者の方たちから寄せられているのはその土地や建物の査定基準の問題です。今聞いていますとあくまでも一般的な公共事業と同じように現在の状況を基準に査定をするという話になっているとのことで、そのことに大変不安が広がっています。家が壊れているそのお宅はその状態での建物の価値が査定され、土砂など土石流などで家が流されてしまったお宅は建物の価値はゼロということになるわけです。先日ある被災者の方からお伺いをしましたのは、この前広島市のまちづくりの相談会があったときに市の担当者から木造の家屋で30年も経っているならもう2割ですよと言われた、びっくりしたと、そういうお話でした。まず国交省に確認なんですが、この広島市の担当者が言っているように30年経った木造家屋は2割だなどのような一律に査定の基準を設けているという事実があるのでしょうか。そしてそれは国交省の立場なのかどうか合わせて確認したいと思います。国土交通省長谷川土地建設産業局次長。お答え申し上げます。建物の保証につきましては個別に建物を調査いたしまして建物の構造や材質などによる、まあ、異なる耐用年数を用い、また、維持管理の状況などを判断して、保証額を算定することといたしております。30年を経過すると、一律の保証率で保証するということではないというふうに考えております。大平義信君。今考えないといけないのはこの地域全体の安全を守るために堰堤にかかる皆さんは転居をしなければならないと、まあ、そうだとすれば当然この人たちは次の住まいを確保しなければならないわけで、それが見通せるだけの、まあ、国としての責任を持った保障をしなければならないということです。まあ、しかし今現地でのやり取りで聞こえてくるのはただではないから安心せよだとか、まあ、皆さん当然貯金もしているんでしょうなど、まあ、被災して心身ともに大きなショックを受けておられる皆さんにそんなこと言うのかと耳を疑うような話が次々と私のところに寄せられています。まあ、本当に不安と怒りが広がっています。さて、用地買収のこの査定基準の問題ですね。
国交省としてこうした実態にどう答えるのか教えていただきたいと思います。答弁者、国土交通省長谷川土地建設産業局次長。お答え申し上げます。災害復旧事業 の、査定基準、こういったものにつきましては、適正な財産権の保障を行うという観点から、基本的には契約締結時 の、 時間によって、算定するということになっておる次第でございます。なお住宅や土地が被害を受けて毀損したり、滅失した方の生活体験については重要なことであると考えておりまして、国土交通省の所管ではございませんが、被災者生活再建支援制度が準備されているというように承知をいたしております。いずれにいたしましても砂防事業にかかる用地買収につきましては契約締結時の、土地建物の状況に応じて、保証額を算定することとなるということでございます。大平義信君。被災者の皆さんは何も豪邸に住ませろと言っているわけではないのです。もともとはずっと今のこのうちここに住み続けるつもりだったのが、こういう災害が起きて地域全体の安全のために立ち退かないといけなくなったわけだから、それにふさわしい保障をしてほしいという当然のことを言っているわけです。ある被災者の方から次のようなお話を聞きました。災害があって安佐南区のイメージは悪くなり、不動産の価値は下がると思われていたが、現実には今マンションの相場から何から全部上がっていると。別の被災者の方からも、砂防ダムができて地域の安全がしっかり確保できれば、もともとこの地域は交通の便もよく高速道路の乗り口も近くて、非常に人気の高まる可能性があるというお話を聞きました。つまり緑井や八木で被災した方が、それでも遅延血縁もあって、遠くには行きたくない、なんとかこの地区で今後も住み続けたいと思っても、この保証額が低ければ、住み慣れたこの地域に住宅再建ができないということになりかねません。具体的に一点伺いますが、用地買収の査定に地域の安全が確保されたことによって生まれるであろうこの地域の資産価値、これも考慮に入れるべきだと考えますが、いかがでしょうか。国土交通省長谷川土地建設産業局次長。お答え申し上げます。災害復旧事業により取得する土地に対しましては、正常な取引価格をもって保証することとされております。この土地の正常な取引価格につきましては、近傍類自治の取引価格を基準といたしまして、土地の位置、形状、環境などの、価格形成上の諸要素を総合的に勘案して算定することとなっております。砂防事業の施工による地域の安全性の確保についてもその要素の一つというふうに考えております。大平義信君。冒頭にも述べましたが、政治や行政が本来やるべき仕事を怠った、二重三重の責任によって起きた、政治災害なわけです。そして今度の災害があったからこその緊急事業として、地域みんなの安全確保のために、この人たちは立ち退きを迫られているわけです。決して一般の公共事業と同じように考えることはできませんし、同じように考えてもらっては本当に困ります。ある方は、自分たちは本当に次の住まいに移り住めるのか不安で夜も眠れない。被災者の我々は第2第3の被災者になりつつあると。 PTSD、
心的外傷後ストレス障害ですけども PTSD になっている方もいて第2第3の PTSD も広がるのではないかと不安の思いをおっしゃっておられました。立ち退きの対象になる被災者の皆さんは地域の安全が確保されるならと皆さん気持ちとしてはみんな協力したいと思っておられます。しかし次の住まいの確保の見通しが持てなければ立ち退きたいと思っても立ち退けないではありませんか。それでは結局地域の安全も守ることができません。ぜひ政府としてもこの立ち退きの対象になるこの人たちの次の住まいの確保を見通せるだけの保証をしてほしい、この声に応えていただきたいと考えますが、政務官いかがでしょうか。鈴木国土交通大臣政務官。大平先生、おっしゃいますように、立ち退きの対象になる被災者の方々の移転先の住宅の再建のための資金を確保する対策、極めて重要であろうというふうに考えております。その上で本件事業に伴う用地買収に伴う補償につきましては他の災害復旧にかかる事業と同様に国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づきまして適正に行ってまいりたいというふうに考えております。大平義信君。重ねて、本当にこの人たちのこのやむにやまれぬ思い、みんなに期待、みんなに協力したいけれどもしかし次の住まいどこに住めばいいのか、この前に聞いた、今年8月までの住宅支援に本当にそこまでに決まるのかという不安も感じながら、こうした次の住まいに向けての不安を抱えておられます皆さんの思いに応えてもらえるように重ねて訴えたいと思います。最後の問題に移ります。被災者は行政に言われるまでもなく一日も早く元の生活を取り戻したいし一日も早く誰に遠慮することもなく自分たちが気持ちよく住み続けられる家を確保したいと願っています。それを支える上で被災者生活再建支援法の拡充は欠かせません。3月12日付の中国新聞では被災者生活再建支援法に基づいて住宅の被害に応じて支払われる基礎支援金を受け取った世帯のうち新築や補償などで追加の支援金加算支援金ですねこの受給が決まったのは5割にも満たないと。被災した場所に戻る不安や経済的な理由から再建できないことなどが背景と見られると報じています。つまり現在の上限額では住宅の再建に踏み切れないという人が半分以上いるという報道でした。さらにはあまり知られていませんが今度のこの朝南区朝北区の土砂災害では1500台近い自動車が流され廃棄処分となっています。廃棄の費用はさまざま制度があり活用されましたが新たに買い替えるのは基本的にはすべて被災者の自腹となっています。こうした今は表には見えていないものも含めてかなり相当な規模で被害が出ているわけです。ですからこの法律の名前の通り文字通りの生活再建支援を図るための制度としてこの制度質量ともに両面で拡充をすることが求められていると思います。支援金最高額を現在の300万円から500万円に引き上げること支給対象を半壊まで広げること自宅の再建の難しい被災者も幅広く
活用できるよう総合的な居住確保のための支援策にしていくことなど、この拡充が求められていると考えますが、山谷大臣いかがでしょうか。山谷国務大臣。自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対して、その生活の再建を支援することは重要だと認識をしております。一方で住宅の再建と被災者の生活再建については、保険や共済等の自助・共助が基本であり、公助でそれを側面的に支援するということが適当であると考えております。被災者生活再建支援制度については、このような趣旨により被災者の生活再建を後押しするための見舞い金的なものとして、全都道府県の相互扶助および国による財政支援により対応するものでありまして、基礎支援金については前回等の場合は100万円、加算支援金については建設購入の場合は200万円、合わせて最大300万円となっております。この被災者生活再建支援制度の経緯でございますが、阪神淡路大震災で自助・共助の限界の認識がございました。収入・資産の不足により事前の保険加入、耐震化や事後の生活再建を行いない人々が多数存在したと、人々、町の市民の方々、知事会の要望、また国会による超党派の議論もできありまして、被災者生活再建支援法の制定がなされ、そして平成16年、19年と拡充がされてきたわけでございます。被災者生活再建支援金の対象拡充、支給額の増額については他の制度とのバランス、国・地方の財政負担などを勘案する必要があり、慎重な検討が必要と考えます。引き続き被災者の生活再建については、被災地方公共団体や各府省など関係機関と連携し、しっかりと対応してまいりたいと考えております。大平義信君。他の制度とのバランス、あるいは過去の災害とのバランスなどと言われますが、本当に大事なのは被災した人たちが元の生活、安心安全の生活を取り戻す上で今必要としている支援を行うことこそ、政治の責任ではありませんか。重ねて生活再建支援法の拡充を求め、そのことを強調し、私の質問を終わります。